2つだな。 侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？ 電力が復旧したか。それがどうした。 全部ぶっ壊して魔鋼炉へ向かう。 どうぞ。
電力供給が不足しています。ライトを消すのが先だな。ライト2つ分不足してるな。電力供給が不足しています。まずはライトを消さないとだね。動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分からなくなっちゃうね。バカみてえに目立って助かるぜ。無駄なことを。はっ、楽勝ってか。相手してやら、すぐに終わらせよ。ストレス、そんなもんかよ。わっ、そうだ。これで2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。太陽なんて本物が一つありゃ十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。
ライトは。一瞬で終わりだ。楽勝。待ってきなさい。ここで仕掛ける。当てる。じゃあね。この。さあ来い。狙うぜ。おかわり。片付いたな。涼しい顔しやがって。
ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて、うん、二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。ライトまでの架け橋、しっかりつなげろよ。時間はかけない。うん、決めていこう。沈め。よっ、当てるよ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分だ。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分までシンラを懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分。ビッグスとの合流場所は魔航路へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。
首を洗って待ってろよ、マコロ。リフトの再起動を開始します。再起動完了、リフトに搭乗してください。ふっ、甘よ、鉄くずめろ。マテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。そうだな、戻るか。ファンの制御装置。止まった。換気システム、メンテナンスモードに移行。制限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。あんたもだ。こっちか。あぶりだ。
召喚マテリアか。綺麗。どんな奴が飛び出すんだ。おい、さあな。H1 まで戻ろ。暴れがいがあるってもんだ。沈め。やけつくす。油断したな。一気に叩き込む。まだまだ。まだまだ。ごめんなさい。じゃあね、ケチラス。
ぐほどじゃない。お、上から来たか。いよいよ魔航路か。辛くて息苦しい。星の命が削られる場所だ。中は魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。ランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。ミッドガルは神羅の手の内だ。
監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降り立って、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリル。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろう。ああ、魔鋼だまりが近い。行こうぜ。Thank you.
ひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新鋭だろうな。もし俺たちの前に現れたら、その時は逃げた方がいい。ああ、5年目の時間で助かったぜ。
タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。安全圏まで離れてからポチドッカーン。安全圏ねえか、ナモン。脱出ポイントは正面口だ。来た道戻るぞ。先導後方作戦を指揮するシンラカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶがいい。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。あ、何これ。5番マコーロ前からの中継です。シンラカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番ガイスラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が追加されました。1番マコーロ爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを犯す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ。我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる公開制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% で、想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達。侵入者を速やかに捕獲し、ブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。Come on!
神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。ハイデッカー導火ツール通達。速やかに侵入者を捕獲し、